3年前家のリフォームを機に、大量のものを整理した岩下志麻さん。結婚、子育て、女優としてのキャリア、自身の反省をたどるような作業の中、思わぬ発見もあったという、構成イコール丸山茜撮影イコール下村和義、写真。背筋の伸びた立ち姿も美しい。岩下さん、アスタリスク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 。今後のことを考え書斎を1階に、2019年に、築33年になる自宅をリフォームしました。家を建てた頃は、私たち夫婦の他に、両親と娘、住み込みのお手。スタイさんが2人という大所帯。ですが、両親が他界し、娘が嫁いだ後は夫婦とお手伝いさん1人の暮らしになりました。かなり前から無駄なスペースが多いなと気になっていたのです。一大決心したのには、年齢的な理由もあります。私より10歳年上の篠田、映画監督の夫、篠田正弘さんは90を間近に控えていました。今後のことも考えて、2階にある篠田の書斎を1階に移した方がいいだろうということになったのです。新たに1階にこしらえた部屋は、書斎と寝室を兼ねることに、篠田は書籍に囲まれて死にたい、というほどの本好き。とはいえ、さすがに危ないのでベッドがある側の壁には何も置かないと決め、それ以外の壁は本棚にしました。図書館のような部屋になったけれど、篠田はこれでいいのだと気に入っています。リビングもキッチンも食堂もお風呂も1階にあるので、篠田は水平移動をするだけで済むようになり、私としても一安心です。一方、私の部屋はあえて2階に残すことにしました。丸、階段の上り下りが運動になるかなと、そこは自分に厳しくわら。ただ、部屋と洗面所が離れていて不便だったので、洗面所とお手洗いを寝室の隣に作ることにしたのです。他にも壁紙を張り替えたり、最新型のシステムキッチンにしたりと、あれこれ欲張りました。3ヶ月以上、家に暮らしながらのリフォームだったのですが、思い切ってあのタイミングで手をつけてよかったですね。使い勝手のいい家になりましたし、新しい間取りは新鮮。家だけではなく心まですっきりした気がします。